橋田光は、日本中央競馬会立党トレーニングセンターに所属する、調教師。兵庫県宝塚市出身。1985年より開業。鈴鹿の冠名で知られる、長井慶に、アドマイアの冠名で知られる、近藤リーチ所有馬の主選級者として知られ、1998年の宝塚記念優勝馬サイレンス鈴鹿。 1999年の東京優秀に優勝馬アドマイアベガラ数々の GI 優勝馬を手掛けている。2012から2014年及び2016年日本調教師会長。父は騎手調教師であった橋田俊造。1952年9月、当時の国営競馬、阪神競馬場所属の調教師、橋田俊三の長男として生まれる。俊造は、 前年に騎手として高倉山で天皇賞を制し、当年2月に調教師として開業したばかりだった。春蔵は万にも騎手になるよう進めていたが、万は進学を希望し、宝塚高等学校を経て、東海大学海洋学部に進み、巨類の研究に励んだ。卒業論文は、船と恋の戻し後輩に関するものであった。在学中の1972年に、 春蔵が管理するタイテームが天皇賞に優勝。万はこれを別世界の出来事と感じていたものの、外から競馬を見続けた末に競馬社会に興味を抱くようになり、改めて騎手を志し大学卒業後に騎手候補生となる。旧社で働きながら年に1ヶ月ほど騎手養成所の馬事公園に通う短期講習生であったが、 体重の増加もあり3年間で騎手になることはできず、春蔵の下で調教助手となった。1978年11月、春蔵が自転車との衝突事故に愛し去。満は橋田急車の最高騎士で調教師を目指し、1983年3月に3回目の受験で調教師免許を取得。当時管理馬房に空きがなかったため技術調教師として過ごし、 翌1984年には、競馬界の派遣研修生として、高校の同窓生でもあった坪健賞と、競馬先進国であるイギリス、アイルランドに赴き、同地の処風物に強い感銘を受けた。後年、自身の調教が、反路主体であることを説明する際に、研修中に、アイルランドで見た、反路調教の様子を語り、向こうの馬は、最後の爆発力が違いますが、 最後の瞬発力は、販路の調教をしないと出にくいと述べている。1985年3月、リットレーニングセンターに旧社を開業。1987年に、ポットナポレオンが、コクラ山菜ステークスを制して、重傷初勝利を挙げ、1990年には、パッシングショットが、マイルチャンピオンシップを制し、GI 競争初制覇を果たした。この日は、 春蔵の13回期にあたる11月18日で感想を求められた漫画、日本人の何は不思議的な考え方とか、演歌っぽい考え方は嫌いと交わした。他方、ここまでに様々な実験的手法を試みながらもかんばしい、成績が上がらなかったが、春蔵の生前の信頼もあり、バッシュたちからの理解を得、方法論の確立に専念できたとも述べた。 繁殖品馬脇屋の勾配に際して、進行を深めた稲原牧場を通じ、鈴鹿の冠名で知られる長井慶二に引き合わされ、1998年には脇屋の子、サイレンス鈴鹿で宝塚記念に優勝した。また、アドマイヤの冠名で知られる大馬主近藤リーチとは、漫画、調教師として、近藤が馬主として、駆け出しの頃から進行があり、近藤は、 橋田厩舎を主戦厩舎と公言している。1998年にアドマイア個人が朝日杯3歳ステークスを制して近藤所有馬として GI 初勝利を挙げた。この年、マンは関西で最多の重賞10勝を挙げ、優秀状況師賞、関西競馬記者クラブ賞などを受賞した。1999年にはアドマイアベガが日本ダービーに優勝、マンも ダービートレーナーの称号を得た。以後もマンは数々の GI 競争を制しているが、その全てが長い近藤領書有りによるものである。大学時代に魚の遺伝を研究していたこともあり、血統への関心が強く、競馬界でも屈指の血統知識を持ち、独自の理論で馬の配合も行う。9代前の血統まで考慮に入れることもあるという。 公職では2012年2月から2014年2月、及び2016年3月から日本調教師会、長を務めている。また長井及び、グランド牧場代表の伊藤義行と岩手県、東野市の縁屋場の里で、東野トレーニングセンターを共同運営しており、管理場の休養先として使用されているほか、マンを代表者とする HUG プラトーノが、 ホースセラピー活動も行っている。数字は、中央競馬成績、重賞勝利実績は、地方競馬との交流競争を含む、中央競馬成績の出展は、日本中央競馬会公式サイト調教師名館、橋田光より、地方競馬関連については、個別に出展を添付、ッコ内は、当該馬の優勝重賞競争、太地は、g i 級競争、太地は、 文化生、括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分、ありがとうございます。